いや上はもう何も着てなかったけ、あのあれをね、 T シャツも寝ると暑かったけ。久しぶりの材質、材質が変わったと思ったら大違いですよこれ。パーカーをかけてるだけじゃけ、ちゃんとハンガーにかけろだって。後でかけとく、後でかけときますから。お母さんこんばんは。こんばんは。下はパジャマです。下もパジャマ、もう配信するためにちゃんとあれします。ハンガーにかけるよ、かけるよーだ、かけるよーだ。こんばんは、笑顔ですよ。お疲れ様です、お疲れ様です。めんどくさいんじゃろん、バレた。さすが私のことは何でもお愛しなんですか。かわいいパジャマ、さっきココちゃんと当たりました。コカ推しじゃなかったね、推しメンのカード。こんばんは。なんかユミコが私の推しメンランキングに入ってるんやけど、どうして。こんばんは。こんばんは。かわいいからうん、何がハンガーかけないのですか。多めに見てくれる、ハンガーかけんかった。推しメンランキング私3位におるよ。そうよ、今日の新幹線もずーっとやっとったしね。ベッドタイムもね、マイカーから LINE が来てずーっとやっとったしね。来てからなんですけどね。こんばんは。昼間は大変ありがとうございました。私が勝った、もし私が勝ったら私のことを好きになってくださいね。負けたらいいけど、負けたら自由にしてください。笑顔ですよ。こんばんは、ココちゃん。やっほー。毎日配信何、目標何日、え今何日なんじゃろ。365日、もう好きでした。あと1ヶ月ぐらいある。2ヶ月ぐらい、あちょうど誕生日ぐらいの時に365日じゃない。どう、ココちゃん。仕事から帰っておそばと一緒に配信なう。コカを置かずにコカの配信とそばをいただいてるの。嬉しい時、狙ったように思えるけど偶然やろ。こんばんは。ココア20歳まであと85日、じゃあそれよりも早くゴールしちゃうね。こんばんは。365日、イヤホン。こんばんは。明日はどうしたらいい、どうしなきゃいけないんだ。うん、そりゃそうよ。私がそんな計算するできんよ。できんって。できるか、できるかもしれんけ。キノコになっとるし、新しいギフトが。びっくりした、千秋楽の企画。お、9月6日 YouTube であるよね。こんばんは。YouTube の新センター企画
みたいな。こんばんは。最近 TikTok ライブで新しいファン増えてると思うよ。そう言ってくれて嬉しい。新選抜、新なんか新しく企画が、どんな企画なんじゃろうね。あまり分かってないんやけど。あれどういうことなんじゃろ。 YouTube 配信で聞け、あれなんか決めるんか。何も知らないの私。野球部のセンター。そこのポジション、え、外野守備みたいなことですか。大阪限定。こんばんは。ある曲のセンターってことなんかな。何やるんやろ。気になる転校生。あ、そういう企画あったな。企画にコカいないの珍しいな。そうなんか。そう？珍しいかな、いないの。あんまりいないけど。解放。秘密のセンター。トラブが泣いたやつ。あ。気になる転校生のね、ユニットで私がセンターになってやった時に、トロブがあの涙を流してココアがセンターに立っとるって言って泣いてくれてたね。懐かしい。気になる転校生、だんだん気になってくる。トラちゃん、懐かしい。椅子の上に立ってやったわ。あれなんかさ、ユニットの企画でさ、アイテムを使うみたいな。あれな、私と何だったんだろう。何のアイテムを使われだったんやろ。たわしを使うとか、衣装チェン、早着替えとか、あとは何やったか。スタンドマイクを使うとか、あのユニット曲でアイテムを使ってっていう感じだったんやけど、私は何だったかな。あ、石取りゲームだ。そう、石取りゲーム。たわしを使う私的な。いや、それは知らんけどそんなダジャレっぽい感じかは知らんけど、椅子がアイテムだったんか。なんかアイテムを使わんといけみたいな。川樽が客席に投げ込んだたわし持ってるわ。え、それすごくない？たわし持ってるのすごいよ。私もたわしとか投げたい。サインボール、なんかライブの企画でさ、サインボール投げるとか、なんか火花が出るとか、銀テープが出てくるとかさ、あるけど、どんな企画があるん、ライブって。他にたわし危ないね。確かに
未だかつてないさ演出みたいなない、なんかたわし投げたことはもうあるんでしょ、だって。うん、なんか水かけるとか、え、空を飛ぶとかもあるよね。なんかないかな。客席にダイブ、いや怖い、ロックンロールやわそれは。おお、バナナパジャマバナナパジャマ、バナナパジャマ、なんかあのこの前さ、あの東京公演が3階まであったよ、3階席まで、3階席までさすがに投げれんなってこうポロッとつぶやいたらさ、ももクロ、ももクロさんは、ももいろクローバー Z の演出では、ライブの演出ではなんかテニスみたいにボールを打って遠くまで飛ばすあの演出とかあるよって言ってて、瞬間移動の演出怖い、失敗したらどうするん、瞬間移動失敗、バズーカ、うん、ラケット飛んでくるかも、いやラケット投げんけ。でもそれをあのやりたいって言ったら、あのちょうど夜公演の時まで、夜公演の時にあの車に乗っとったあのバット、子供用の遊びのバットを持ってきて、スタッフさんがラケットはなかったけどバットならあるよって、いやこれメンバーに当たったら大事じゃけできんやろって言ってからね。でもやってみたかったな、ボールポーン、みんなで、バット、まあでも3階席とかに飛ばすんだったらあれかもしれんけど、でもそんな飛ばんやろ簡単にね。遠い人はボール、近い人はラケット、あ、遠い人にはボールでポーンってやって、近い人にはラケットどうぞって。ふわちゃんこんばんは、こんばんは、いいけど最善の人の顔に当てないでね。いや当てんとかは、え、写真集イベントでケツバってやったの、めっちゃいいじゃん、ガキツカのあれ的な、笑ったらアウトみたいな感じのあれ、あんな感じよね。松村香織さん楽しそう、いいじゃん、私じゃあ吹き矢がいいな。あのあるじゃん、ガキツカでアウト、昔のガキツカ知っとる、吹き矢で。新潟はおにぎり投げて、新潟おにぎり投げれんやろ、吹き矢刺さったら痛い、え、なんか吹き矢ってあるやん、やっとったやん吹き矢、昔お尻に吹き矢。先が細いのは危ないよ、え、吹き矢、お尻に服用の吹き矢、温泉旅館、あ、温泉旅館とかだったかもしれん、だって薄いあれじゃないときも、ね、温泉旅館で笑ったら誰々アウトって言ったらみんなでお尻
きや。え、めちゃくちゃ昔じゃろこれ。あったよね、そういうの。こんばんは。いや、私が写真集出したらこのイベント、いや、じゃあ、されたい人とされたくない人の、ちゃんと選択制にするね。吹き矢されたい方はこちら、されたくない方はこちらになる。え、なかなかいいじゃん。おー、されたい人多いじゃん。じゃけ、結局、そう。でもこれは周りに惑わされんようにちゃんとパーテーションして、パーテーションに入ってから選択ね。だってもしさ、多分さ、一人の、まず一発目の人がさ、いや、吹き矢なしで大丈夫で、お渡しだけだったらさ、マジでさ、その次の人も釣られてしまうけさ、一人目の人は大事だけね。いや、でもそれが見えんように、もしいや、ちゃんと吹き矢を選択せんでも吹き矢したみたいな反応せんといけんよね。ちょっと聞こえるけ、みたいな声を出した。じゃあ絶対やらんでも、ノーだとしても。こんばんは。怪しい施設すぎるほんまにそうよ、怪しい施設すぎる。変な声、あーって、あって、どうしようこれ。全部演技だったら、まあ一人ぐらいは吹き矢 OK の人おるよね。吹き矢 OK、 お疲れ様です。うん、魔界よ。何が行われてるか分からんよ。ビクビクするよね。いや、こんな趣味があったって。女性はどうするんや。いや、女性も選択制で、怖い。急にあくびが出た。いや、 S じゃないっけ。 S なんですかね。いや、そんなことないっけ、そんなことないっけ。みんながド M ないよ。S っぽいなとは思ってた。え、なんで？なんで？どこら辺が？何が？メンバーと話してるのとか見て。痛がるの見て大笑いする？うん。大丈夫？って言いながら笑っとる。え、大丈夫？って。なる。だって自分が吹き矢するわけやろ、私が吹き矢するわけやろ、私が吹き矢した人に向かって真剣に心配したら、それはその状況の方が面白くないですか。いや、自分やんって、自分が吹き矢したやんって、あんたのせいで言ったやんみたいな、そういう状況になっちゃうじゃないですか。いや、だって自分でさ、
違う、これは S とかじゃなくてさ、もしさ、いやだってさ、いやいや、これ S とかじゃなくてさ、もしさ、いや、ちょっと、いや、だって待って待って待って。いや、みんなもそうじゃない、だって。目の前に、目の前の人に自分が、ふって吹き矢して、こう、ふって吹き矢した人に対して、え、大丈夫って。大丈夫本当に大丈夫とか言ったら、その状況がもう面白いじゃんって、おかしいやん。自分がしたのに。いやいや、S じゃないき。S じゃない。LL って何？どのジャンルそれ？コカータンは典型的な B 型だと思う。B 型？まあ、B 型なんだけどね。どういうところが B 型？まず人に吹き矢はしませんし。まあ、でも私もしたことないけね、今一応。SML って何？ L があるん？服の大きさ？え？え、したことないよ、服や人。めちゃくちゃ思う。そう。B 型たまーに話し吹き矢したそうな顔してるよ、したいよ、してみたいよ痛っとか言われて痛かったって痛かったって言う、こんばんは、うん、いや、優しいっけ、私 S とかね、優しいよ、ほんまに M じゃないと個人ファンクラブ入れんの？いや、そんなことないっけ。そんなか、ひなちゃんはド M じゃもんね。ゆみこもと、ゆみこなんだろう、ね、アンナは M じゃろああ、そう思ったらさ、うん、ここは私と仲いいメンバーで、マイキューも M でしょ。いつもなんか誰かになんかしてる気がする、私。あんなマジ M やん。ずっと M。STNS おるよ。誰じゃろ。みちゅとか。マイカは S、あ、多いかも。マジキレされそうなメンバー？え？オキちゃんは S。起きちゃう S、 うん、 S、 S、 え、どうなんじゃろうね、え、どうじゃろ。起きちゃんと一緒になったらなんかふざけてしかないけど、ちょっと分からん。みちゅガチ S っぽい。え、キレそうな人おらんよ、なんだかんだ。でもみーちゃん M、 みーちゃん M、 チャートリ M 多め。おきちゃん意外に M っぽい。あ、それもわかる。サラピが一番の S な気が。え、確かに。てかサラピさ、チャートリマイカーよりじゃない？誰にも言ったことないですけど、
サラピに直接言う、まあ全然言えるけど、サラピってさ、マイカー気質じゃない？気質的。みんな思っとる。そうよね。マイカー寄りだよね。私さ、マイカーじゃなかったらな、どこ？こんばんは。四国スタジオ、どこでもない。九州、言えないよ、ランソン、そのユニットない。あ、スタジオね。うん。待って、チャートリ一文字もないわ。マイカーしか考えない。独立国家ってない。そやえない、そんなユニット。おもろい。もうチャートリ浮くよね。カープってやめて。属性、属性。属性。ねえ、おもろすぎる。3期生でマイカーっぽい子、引いた。森末姫奈ちゃん、ハマちゃん、ハマちゃん絶対マイカーだわ。3期生の浜田響ちゃん、ハマちゃんは絶対マイカーだな。来てほしい。ひーちゃんチャートに、え、めっちゃ MC うまい。あ、一番年上で一番しゃべ MC でよくしゃべってたイメージなんやけど、いでかなちゃんもマイカーですか？いやー、ハマちゃん、それはヒータン、浜田響ちゃん、ハマちゃんって呼んでる。ヒータンなの、ニックネーム。初めてセトチャルで一緒になったあれなんですよね。七並び初めて本人と当たった、嬉しかった。誰と当たったん？でもどんな感じで決まるか分からんよね。だって研究生はルーレットで決まったんやろ。びっくりなんやけど、ルーレットで決まったらしい。ほんまに、またピンマイカーができるかも、ね、かわいい。マイカー懐かしい。いちごちゃんがおきちゃんにしか見えない時がある。あ、待って、わかる。わかるわかる。いちごちゃん、ま、めっちゃ背高いよね、いちごちゃんって。なんかさ、七並べとかしとったらさ、名前がいちごちゃんって珍しいじゃんか。なんか称号みたいな、名前の下の称号のところにさ、いちごの奇跡とか書いてあるとさ、いちごの奇跡、いや美味しそうみたいな、なんか佐賀ほのかとかさ、なんかいやあるやん、あまおうとか、いやそういうブランドでありそう。いちごの奇跡っていういちごの品種が、なんかいちごのときめきとかさ、え、なんかどんな品種、どんな甘さなんて気になる。食べてみたくなる。いちごパラダイスとか、いやめっちゃ美味しそうじゃん。ひなちゃん絶対行くよ、いちごパラダイス。
いや、なんかお店に、うん、お店に引っ張られてるけどね。スイパラに引っ張られてるけど、いちごパラダイスだったらひな絶対行くよ。キングオブイチゴ。あ、コカオも似てるのも、いや、コカオはね、なんかね、そう？カタカナじゃないけさ、ココアが。ココアカタカナにしてほしいね、なんか。カタカナ表記のココア。いや、照れてないけ。いや、何に照れるん？照れてないけ。ん？ココアパラダイス。お腹タプタプよ。ココアの飲み比べとかしたくないき。ココア食べ物に釣られない？釣られるかも。釣られるよ。なんか、なんか、あ、もう例えば日光東照宮行くときに社長に日光東照宮行こうって言われて、え、日光東照宮、え、何があるみたいな感じだったんやけど、え、行ったら何がある、なんかあるみたいな感じだったけど、日光東照宮行き道でかき氷食べれるよって言われて、え、しかも天然氷、日光の天然氷ってめっちゃ有名らしいよって、え、じゃ行くみたいな感じだったもん、ほんまに最初マジで。そう、見ざる聞かざる言わざるのね。そう、いや、ちょろいじゃなくて、これがもう食べ物に惹かれるエピソードですよ。惹かれエピソードですよ。かき氷にされた。でも行ってよかった。あ、こんなキンキラキンな建物に囲まれることってあるんやって。フグ食べに行く、行きたい。山口の唐戸市場行きたい。今新鮮な魚食べたい。唐戸市場とか、なんかこの前あのインスタをこう見よったらさ、こうなんか新鮮な魚を食べれる、新鮮な魚がなんかどっか、なんかお店とかじゃないんやけど、なんかここの村は毎日朝釣った魚を買って食べる市場があってみたいな、そういう語り系のなんか惹かれたんですよ。だからくら寿司でもいい、まあお寿司とかね食べに行ってもね、卵とか納豆巻きとかツナとかツナサラダとかが好きじゃけ、なんとも言えないんですけど、お寿司屋さん行っても、いや、これか泣けてこ、悲しい話じゃなくてね、いや安いとかじゃなくて、いや、日本昔話、ま、お子ちゃまメニューを真似してない、そんな誘いやすい、うん、誘いやすい本当？ほんと？ん？卵と、いや、魚系苦手じゃない、魚好きよ。でもお寿司はね、ウニとか人生で数えるぐらいしか食べたことない。広島のウニほうれんって有名だと思うけどさ、広島のウニほうれん美味しいんですよ、言うけど、そんな食べれないね、あんまり。新潟有名なんか。牡蠣食べたい。
カラト市場朝早めに行かんと店が開いてないよ。あ、そうなんか。どれぐらいまでにはもうなくなっちゃうのかな。お昼ぐらいにはもうなくなっちゃうのかな。どんなもんなんで、どんなもんなんじゃろ。アニメ？ウニは美味しいのとそうじゃないのがある。あ、それね、ばあちゃんにもねめっちゃ言われたんよ。もしウニが食べる機会、ウニ食べる機会あったら美味しいウニを食べさせてあげたいって。ばあちゃんがさ言っとったのがさ、ばあちゃん初めてウニを食べた時にね、初めて食べたやつがなんか美味しくなかったんだって。なんか鉄みたいな、ちょっと鉛みたいな味がして、ちょっとき、なんかあんまりこう好きじゃなくなった。別に好きじゃ、初めて食べたものがそういうものだったっけ、ウニってこういう味なんじゃっていう認識をしたらしくって、もう40年間ずっとウニが嫌いだったらしいよ。で40年という時間を経て、はあの久しぶりに高いところのウニを、高いところとかなんかちゃんとしたお寿司屋さんでなんか食べたウニかなを食べてみたらめっちゃ美味しくて、それ以来もう確実か、どこでも欠かさずウニを食べるぐらい好きになったんだって。しかも最近もさ、ご飯のさ味のさ、なんか美味しいものも増えてきてさ、そんなはず外れのウニとか、もしそのウニが外れだったらさ、そのお店がなんか売れんくなったりさ、なんかちゃんと情報が回っ、あれやんか、ちゃんと情報がさ出てるけ。昔は何もね、ここのウニは美味しくないとか美味しいとかさいう情報もさゲットする場もなくさ、そう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 、バフンウニは美味しい。何それ、さっきからちょっとコメントで言ってたやつだと。生牡蠣がそうじゃった？あ、私も初めて牡蠣を食べた時の印象あんまり良くなかったな。なんかね、給食で出てきたんよ、なんか牡蠣フライかなんかで、牡蠣フライかなんかで、これ横におった友達が、あの牡蠣を一口食べて、一口食べて美味しいって言った後に、その牡蠣を見て、色がさ、牡蠣のあのちょっと緑っぽい、グレーっぽいさ色じゃないですか。それをなんか知らずに普通に食べて、牡蠣フライで美味しいって言った後にそれを見て、中身でもう泣いて、なんかそのうわーみたいな、なんかこんなものを食べてしまったみたいな。今1秒前まで美味しいって言っとったのに、いや吐いてない、泣いた、美味しいって言って食べてみて、こんなものを食べてしまった。でそしたら私まだ食べてないのに、一口も食べてないのに、なんか食べるのが怖くなって、隣の子がそんなにあの口そんなにさ、なんかそんな反応されたらこっちも食べづらくなって、で絶対な、もう見ずに、中身を見ずに目つぶって鼻つまんで食べたのが初めての牡蠣で、もうその時のこと全然覚えてないし、初めての牡蠣フライも全然覚えてないけど、めっちゃいやいや食べたのが思い出。え、食べたのが偉い、食べんと昼休憩遊べんかったんよ。その時ドッジボールか、なんか土管鬼ごっこかなんか流行っとって、絶対遊びたかったんよ。え、今は牡蠣好きよ。
中3の時に千鳥さんのあのひな壇壇に出た時にあのちょっと食べざるを得ん状況になって食べたら美味しくて、それからですよ。いや土管鬼ごっこ、いや捕まったらあの土管まで走るみたいな、そういうなんかなんかあの軽泥みたいな土管の単なる土管鬼ごっこよ。中学生だった。牡蠣はまあ好きな方だよ。牡蠣鍋食べたことないんじゃけど、私どこで食べれる？今何時？ウォッチ、今何時？あ、もうそんな時間なのか。明日も朝からさ、朝早いけんもうそろそろ終わるわ。牡蠣どこで食べれるん？もう23時過ぎとるんか。あっという間に過ぎ去ってゆく。しっかり寝ます。川に浮かんでるレストラン神奈川とか、うわ見たことあるけど入ったことない。めっちゃ見たことある。神奈川平和公園の近くのね。すぐ寝ます。おやすみ。バイビー、グッナイ。ちゃんとお風呂入るよ。バイバイ。あ、ランキング13位ジュノラゴ、12位筋肉愛好家、11位ボ、あ、ミオロ、10位オレンジフリースの大吉、9位バオバブ、8位サージカル、7位マキマキ、6位ノッシー、5位カキヒロ、4位ポッポやシマちゃん、3位コニョ、2位ライトニング、1位はスバル。ありがとうございます。配信ありがとう、見てくれてありがとう。配信見てくれてありがとう。みんなじゃーん、またねー、おやすみー。